北米でよく見られる入れ替え機、エンド MP15DC。電気、ディーゼル療養の入れ替え機関車、スイス国鉄テミー型。入れ替え機関車は、入れ替え作業時に使用される機関車である。オ用途との兼用のものと、入れ替え業務専用のものとがある。日本では他に日本語で、入れ替え機、入り機などの故障がある。英語の場合、北米では、スイッチャー、イギリスでは、 シャンター、オーストラリアではシャンター、またはヤードパイロットと、他にもスイッチエンジン等とも呼ばれる。入れ替え業務を主要ととする機関車を、入れ替え専用機関車、入れ替え用機関車、入れ替え専用機などとも呼ぶが、本線走行用機関車と兼用にするものもある。旧式の機関車を入れ替え作業に充てることも多いが、古い車両を長く残すことで、保守面や部品の確保などに、 コストがかかるというデメリットがあるため、入れ替え専用機として申請者を作る場合もある。また現在ではそのほとんどはディーゼル機関車であり、電気機関車は少ない。作業の内容から前後双方の見通しを確保する形状で設計され、搭載するエンジンは消失力ながらも重い列車を迅速に移動するために発進時からスリップしないように高粘着、高トルクを発揮する。 高速性は重視されないので、動輪系は小さく、また長距離を走らないので燃料の積載容量は小さい。入れ替え作業は前述のように低速走行でこまめに向きを変えるので、基本的にタンク機関車を用いるが、タンク式が嫌われたアメリカや大規模な入れ替え作業のあった鉄道などでは、テンダー機関車を使うことも多く、この場合淡水車を広報視界確保のため小型にして、 背や幅を小さくしたり後方に傾斜をつける。また、ヘッドライトも見通しを重視して前後に設けるか、あるいは本線走行に用いないことから取り付けない場合のどちらかになる。また、長時間の走行を要しないので専用に設計する場合は、蒸気の量より上がりの良さが重視され、過失などが同クラスの機関車に比べて小さく、かつ速度を出さないため同輪粘着力の確保と、 旧カーブ通過の観点から先はお装備せず、ホイールベースも短いものが多い。アメリカなど大規模な入れ替え作業のあるところでは、入れ替え機関車も大型化し、多くは、動輪が3軸もしくは4軸で後部が下がったに、軸ボギーの淡水車をつけたものだったが、一部では後、軸動輪で、テンダーにもブースターをつけて1マイル以上もの全長の、ある、貨物列車を引くものもあり、極端な例では、 ユニオン鉄道の例から10から2系のように、炭水車込みの総重量が300トン近くになる、超大型機が作られた例もある。ただし、低速の入れ替え作業は、蒸気機関車の運用としては一番、非効率的だったので、早いうちから、ディーゼル機関車に置き換えられた。北京西駅付近を走行中の中国国鉄東風 7G 型ディーゼル機関車、ディーゼル機関車の場合、 背の高い運転台と背の低いボンネットが組み合わせられ、全周視界を確保している。より強力な粘着力を得るために、モーターと走行装置のみを備え、電力は親機から供給されるスラックも用いられる。ほぼ全てのスラックは、前高が低く、運転台のないものが多い。いずれにしろ、視界を犠牲にせずに前後方向に走行できることが重要である。 1930年代から1950年代に製造された初期のスイッチャーは、より強力な牽引力を得るために、カウカーフと呼ばれる、運転台のある車両とない車両を、半永久的に連結したものがあった。スラックとは異なり、運転台のない車両にもエンジンを搭載していた。もう一つ重要なのが、ディーゼル機関車は、二0線での入れ替えが可能であるということである。これは、 二役設備や機械が河川に接触する恐れがあるために二役船に河線が貼られていないためでこのようなシーンではディーゼル機関車が欠かせないものとなる。ただし日本では1986年に日本国有鉄道の一部貨物駅に着発船二役方式を導入し始めたためこの方式を施行したコンテナホームでの二役の際にはディーゼル機関車の使用を省略することができるように なった。今日、ほとんどのスイッチャーは、ディーゼル機関車であるが、スイスのようにほぼ全線の電化が完了している国では、電気機関車も用いられ、テミ型、テミー型といった、電気、電気式ディーゼル兼用機も多く使用されている。小さな工場などや、火器や酸素の消費を避ける必要がある場所では、圧縮空気などで駆動する無火機関車が用いられる、ことがあり、現在も、 ドイツで見ることができる。イギリスとヨーロッパの入れ替え機関車は、外してアメリカのものより小さい。現在のイギリス一般鉄道では、08型と09型が主流である。イギリスでは、ステーションパイロットと呼ばれるスイッチャーがあり、規模の大きな駅において入れ替え作業を行うものであった。旅客列車の多くが、電車などの分散動力系の車両で運転されるようになったため、 ほとんど使用されていない。わずかに残った機関車、牽引列車の入れ替えは、その列車を引く、本専用機関車が行うことが多い。国鉄以外の入れ替え機関車の一例、元末期から分岐する、専用線で運用されていた日立製作所製35トンディーゼル機関車、D102 カ本国鉄では、入れ替え専用に設計された機関車は1950年代まで、皆無で、 現有の機関車の中から適当な形式を選定して配置していた。九百五十八年発行の日本国有鉄道編、鉄道時点の入れ替え機関車ではよく使用される形式の選定について以下のように説明がある。走車場の種類別作業量、別最大引き上げ数継続作業時間校内曲線、ディーゼル機関車の開発が行われるようになると d b 1 0 DD13 型、DD20 型などが入れ替え用に作られたが、DD13 が、その後支線の貨物列車などで運用されるなど、実際には入れ替えに特化した機関車は少なく、DD13 や DD20 では適さなかった、大規模ヤードの入れ替えをさせるで1 0は、入れ替え以外に、客車列車も含めた、支線運行の多目的用に設計され、これを、ヤード入れ替え専用にしたで1 1も、 客車暖房用の蒸気発生装置を持たない程度で、ほぼ同じ機構である。国鉄分割民営化後は、JR 貨物が2010年に製造開始した HD300 系ハイブリッド機関車が、本線上で自力走行することを想定しない、入れ替え専用機関車として設計され、立行時の最高速度が時速 45km となっている。なお、これらは、 入れ替え作業に特化した設計の動力車が HD300 が頭で存在しなかったという意味ではなく入れ替え作業に特化した動力車が国鉄では機関車扱いされず機械扱いの貨車移動機とされることが多かったためでこうした貨車移動機は国鉄のディーゼル機関車に準ずる大きさのものから重量が10トン以下の小型機まで様々であり実際に専用線や臨海鉄道では 機関車扱いで貨物列車牽引を行っているものも多いが、国鉄や JR では車席がなく本線を走る際は速度制限を受け線路閉鎖の必要があるため機関車と明確に区分されている。なお、国鉄では1日の貨車取り扱い量が70車以上なら機関車70車未満から10車以上を貨車移動機を配備基準としていた。 鉄道辞典日本国有鉄道1958年ありがとうございます。